クリス・ヒューストーンはテキサス州オースティン出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のデトロイト・ライオンズに所属している。ポジションはコーナーバック。高校時代はランニングバックとコーナーバックでプレーした。最終学年途中にコーナーバックに専念することとなったが、それまでに426ヤードを走り 6TD を上げた。 バスケットボールでもシューティングガードを務めた。進学したアーカンソー大学以外に、ルイジアナ州立大学、オクラホマ大学、ジョージア工科大学、アリゾナ大学、ヒューストン大学、カンザス州立大学からも、リクルーティングを受けた。アーカンソー大学では、1年時に8試合に出場、シーズン最後の4試合では先発出場、21、タックルを挙げた。 スペシャルチームでもプレー、パントカバレッジでガナーを務めた。2年次の2005年には9試合で右コーナーバックとして先発出場、全11試合に出場し20タックルを上げた。3年時には45タックル、チームトップの3インターセプトにハンブルフォースを上げた。この年、USC のドウェインジャレットをシーズンワーストの成績に抑え、 テネシー大学のロバート・ミーチェム、バンダービルト大学のアール・ベネットもシーズン平均以下の成績に抑えた。AP 通信からサウスイースタンカンファレンスのセカンドチームに選ばれた。3年次終了後、NFL ドラフトにアーリーエントリーした。大学3年間で通算89タックル、3インターセプト、3ファンブルフォース、1TD を挙げた。 2007年の NFL ドラフト二巡でアトランタファルコンズに指名された。同年12月10日のニューオーリンズセインズ戦で、刀剣容疑で無期限出場停止処分を受けているマイケルビックを支援するためのユニフォームの規定違反をアルジクランプラー、ディアンジェルホール、ロディホワイト、ジョーホーンと共に犯し、罰金処分を受けた。2年目の2008年、 カンザスシティチーフス戦でプロイリアと初のインターセプトを上げ、そのままリターン TD を上げた。ファルコンズでは2009年まで3シーズン、先発37試合を含む44試合に出場166タックル、3インターセプトの成績を残した。2010年3月8日、デトロイトライオンズにその年のドラフト6巡指名権。 および2011年のドラフト70指名権と交換でトレードされた。2011年の第4週ダラスカウボーイズ戦では56ヤードのインターセプトリターン TD を上げ24点差からの逆転勝利に貢献した。この年 NFL8 位タイの5インターセプトを上げた。2012年は2インターセプトにとどまったものの、 ライオンズに移籍した2010年から3年連続で2桁のパスディフェンスを挙げた。2013年3月13日、ライオンズと5年契約を果たした。ありがとうございます。